れがハーケン門。めちゃめちゃ大きいわね。帝国への唯一の玄関口にして、その脅威から王国を守る防壁。10年前の戦争で破壊されてから、さらに堅牢なものが築かれたのよ。ってことは、この向こう側はもうリベールじゃないんだ。そうだね。黄金の軍馬を紋章に掲げるエレボニア帝国の領土だよ。エレボニア帝国。さてと、早速モルガン将軍と面会しようか。門の脇に兵舎がある。あそこにいるんじゃないかな。うん、オッケー。その前に、二人とも胸につけている遊撃士の紋章を外しておきなさい。モルガン将軍に見つかると面倒だからね。あ、忘れてた。なんだかしっくりしない気分かも。確かに少し違和感があるね。それだけあんたたちが遊撃士として馴染んだ証拠でしょうね。あんたたち一体どこから入ってきた？アイゼンロードの検問はまだ解除されてないはずだろう。自分たちはボースのメーベル市長の使いで来ました。モルガン将軍への取り次ぎをお願いできないでしょうか。なるほど、そういうことなら取り次げるけど、あいにく将軍閣下は不在でね。捜索活動の陣頭指揮を取ってるのさ。タイミングが悪かったわね。いつ頃戻ってくるのかしら。今日中に戻るとは思うけど、向こうにある休憩所に酒場があるから、そこで待っててくれ。閣下が戻ってきたら教えてあげるよ。休憩所に酒場？どうしてそんなものがあるの？何せ帝国との国境だからな。入国出国ともに審査が厳しくて、足止めを食らう旅行者が多いんだ。なるほど、そういうことなら宿酒場のような施設は必要ですね。それじゃあお言葉に甘えて酒場で待たせてもらうとしますか。驚いたな。本場のリベール料理を食べるのは初めてだが、なかなかの美味だ。ほう、嬉しいことを言ってくれるじゃねえか。町に行きゃうまいリベール料理を食わせてくれる店はいろいろとあるぜ。旅行中楽しみにしてるこったな。もちろんそのつもりだよ。バスへの酒場の料理でこれだ。今から期待できるというものさ。バスへの酒場で悪かったな。ついでにワインでもどうだ。安物だけど結構いけるぜ。ふん、いただこうか。この人ひょっとして帝国から来た旅行者みたいだね。やあ、ごきげんよう。リベール人のようだが、帝国には旅行に行くのかな？うん、私たちは野暮用でここに来ただけなの。帝国に行くわけじゃないわよ。そういうあなたはエレボニアの人みたいですね。王国には旅行に来たんですか？仕事半分、道楽半分さ。しかし野暮用と来たか、君たちの正体が見えてきたよ。え、正体？ズバリ遊撃士だろう。どうして遊撃士の紋章は外してるのに。もしかして
あんたも同業者？確かに帝国にもギルドはあるが、あいにく僕は遊撃士ではない。ただギルドに何人か知人がいてね、彼らと似たような匂いがしたからひょっとしたらと思っただけさ。大した観察力ですね。とても素人とは思えない。本当にただの旅行者ですか？そんな風に睨まないでくれたまえ。冷たくきらめく琥珀の瞳、まるで極上のブランデーのようだ。思わず抱きしめてキスしたくなってしまうよ。まあ大胆。ちょっとあんたそういう趣味の人？美しいものに目がないだけさ。霊老たる美女、水も滴る美少年、天井の調べ、心洗われる風景、匠の傑作、魂震わせる物語、そして極上の酒と料理。そうしたものすべてが僕の興味の対象たり得るのさ。単なる節操なしじゃない。呆れ果てた快楽主義者ね。はあ、いつの時代でも天才は理解されないものだね。ガラスのように繊細な僕のピュアハートはブロークンだよ。黒髪の君、どうか僕を慰めてくれたまえ。慎んでお断りします。妙に話が弾んでやがるな。おい、あんたたち。あら、さっきの兵士さん。つい今しがた将軍がお戻りになったぞ。あんたたちのことを話したらすぐに会ってくださるそうだ。え、本当？至急兵舎まで来てくれ。思ったよりも早かったですね。ええ、ようやく情報が手に入るわね。それでは行ってみるとしようか。って何自然についてこようとしてんのよ。また絶妙なタイミングで会話に割り込んできたわね。バレたか。なんだか面白そうだから見物させてもらおうと思ってね。さ、僕のことは気にしないで将軍とやらと話してくれたまえ。気にするに決まっとるわ。ほら、さっさと戻りなさいってば。ケチ。とんでもない人だな。本当に何者なんだろう。ただ者じゃないのは確かね。なんというか、いろいろな意味で。あんな変人、放置した方が世のため人のためだっての。とっとと将軍に会いに行こう。言い争ってるのが聞こえたが、他の旅行者と喧嘩したのかい？そんな大事じゃないわよ。それよりも将軍さんに会わせてもらえる？ああ、入ってくれ。閣下の執務室は廊下の左奥だ。関係のない場所にはなるべく立ち入らないでくれよ。廊下の左奥、どうやらここが将軍の部屋みたいだね。一応ノックしてと。メーベル城の使いか？あ、はい、そうです。うん、入ってくるがいい。では失礼します。よく来たな。わしの名はモルガンという。アリシア女王陛下から派遣門を任されておるものだ。は
じめまして、メイベル市長の代理の者です。ご多忙なところを失礼します。何、メーベル城のことは彼女が幼い頃から知っておる。まして市長としての話ならば、なおさら聞かぬわけにはいかんだろう。それじゃあまずはこれを読んでください。やはり例の事件についてか。本来ならば部外秘なのだが、あの子の頼みとあっては仕方ない。分かっていることは全て教えよう。やった、ラッキー。どうしておのしが喜ぶのだ。まず、市長も今回の事件については随分心配されているようです。それで僕たちもできるだけ力になりたくて。そうか、メーベル城も良き協力者に恵まれて何よりだ。早速捜索状況について説明しよう。慎んで拝聴させていただくわ。定期船リンデ号はボース国際空港を離陸してからロレントに向かう途中で失踪した。現在各方面の部隊が捜索中だが、未だに発見されてはおらん。ということは魔獣の被害や事故の可能性は少なそうですね。割と大きな船ですから、墜落したら初期の捜索活動で発見されているはずですし。その通りだ。実際ボースロレント間の空路は比較的見晴らしのいい平原の上にある。バレリア湖はもちろん、海に落ちた可能性も少ないはずだ。よかった、最悪の事態になってなくて。そうなると人為的な理由で飛行船が奪われた可能性が高そうね。考えられる目的は積み荷の強奪と乗員乗客を人質にした身代金要求、いわゆるハイジャックですね。あと地理的条件を考えると帝国軍による秘密工作の可能性もあるかもしれません。話が大きくなってきたわね。どうしたの将軍さん。いや、民間人にしてはなかなか見どころがあると思ってな。我々も帝国軍が関与している可能性もあると判断したため、徹底した情報規制を行っていた。国際問題、いや下手をすれば戦争にまで発展しかねんからな。戦争だが不幸中の幸いというべきか、今朝になってその可能性は消えた。ある組織が王家と飛行船公社に犯行声明を送りつけた上で乗客の身代金を要求してきたのだ。その組織の名はカプア一家。カプア一家？それってまさか。間違いなさそうだね。狩猟の三兄弟に率いられたボース地方で暗躍する空賊団だ。どうやら名前くらいは聞いたことがあるようだな。聞いたことがあるどころか、ロレントでやり合ったばかりよ。あいつら、まさかここまで大きな事件を起こすなんて。エステル。あ、ロレントでやり合った。奴らの一員がロレント地方に出没したという話は聞いたが。ん？あっちゃ、おばっか。なるほどな。素人とは思えぬ口を聞くからおかしいとは思っていたが、まさかこんな女子供が遊撃士だとは思わなかったぞ。何よ女子供って。一応メーベル市長から依頼されたのは本当ですけど。黙れ、姑息な真似をしよって。者ども出会え。
ごい大声。これは筋金入りみたいね。閣下、どうしました？この連中が何か？遊撃諸君がお帰りだ。即刻外に積み出せ。ちょっと何よ、犬を追っ払うみたいにして。同じようなものだ。わざわざ身分を隠して情報を盗み出そうとするとは。そういう姑息な真似をするから遊撃士など信用できんのだ。盗むって何よ。そもそもそっちがギルドに情報をくれないのが悪いくせに。たわけ。これだけの事件をたかが民間団体に任せられるか。まったく、メーベル城にも困ったものだ。このような女子供を雇って創作活動の邪魔をさせるとは。いい加減にしなさいよ。どうして私たちがわざわざロレンと組んだりから出張ってきたと思ってるわけ？あんたたち軍人が肝心な時に役に立たないからでしょうが。何？うわ、シェラさん、マジギレだね。ここ数ヶ月ボース地方で空賊の仕業とおぼしき強盗事件が相次いでいたのはご存知よね。それをろくに捜査もしないでギルド任せにしていたのはどちら？今回みたいな事件が起こった途端偉そうな態度で仕切ったりして、しかも未だに人質はおろか船の行方すら掴んでいない始末。恥ずかしいと思わないのかしら？黙るがいい小娘。組織の規律に支えられた軍隊は気軽に動かせるものではないのだ。後先考えず動いた挙句、連中の一味を取り逃がしたくせに小生意気な口を叩くでない。言ってくれるじゃない。悲しいことだね。争いは何も生み出さない。ただ不毛な荒野を広げるのみさ。そんな君たちに歌を贈ろう。心の荒野を潤して美しい花を咲かせられるような、そんな優しくも切ない歌を。流れゆく星の奇跡は道しるべ君へ続く。焦がれれば思い胸を裂き、苦しさを月が笑う。叶うことなどない、儚い望みなら、せめて一つ傷を残そう。初めての口づけ、さよならの口づけ、君の涙を琥珀にして、みんな分かってくれたようだね。何よりも大切なもの、それは愛と平和だということを。今風に言えば、ラブ&ピース。そろそろ各地の捜索部隊から報告が入ってくる頃合いだな。あ、はい、おっしゃる通りであります。
ではわしは任務に戻る。そやつらを二度と入れるでないぞ。それからアイゼンロードの検問は解除しろ。いつまでもそこの連中に憑かれたら目障りでかなわん。了解しました。あ、逃げた。気持ちはわかるけどね。どこの国でも軍人が無粋なのは同じだな。やはり君たちの方が僕の審美眼にかなっているよ。さーてと、私たちも帰ろっか。そうだね。トラブルはあったけど、一応情報は入手できたし。一旦ボースに戻ってから今後の対策を立てるとしますか。おや？ちょっと君たちどこに行こうというのかね。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。改めて自己紹介をしよう。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして演奏家でね。知っての通りエレボニア人で、リベールには巡業旅行に来たのさ。私はエステルで、なんで自己紹介なんかしなくちゃいけないのよ。まあやり方はともかく、あの場を仲裁してくれたんだし。あ、僕はヨシュアと言います。私はシェラザードよ。さっきは私も頭にきて熱くなりすぎてたから助かったわ。一応礼を言っておくわね。礼には及ばないよ。美と平和を愛する者として当然のことをしただけさ。しかし、ぜひにというのであれば、僕と一日デートに付き合って。そういうのはお断り。第一、そんな暇はないしね。それは残念だ。では代わりにヨシュア君に付き合ってもらうとしようか。なんでそうなるんですか。タチの悪い冗談はやめてください。心外だな。冗談のつもりじゃないんだが。余計にタチが悪いですね。ちょっと待ちなさいよ。なんで私は誘わないの。君？素材は申し分ないが、色気に欠けているのが問題だな。少しはこの二人を見習うといい。ぬっかー、色気がなくて悪かったわね。しかも男の子のヨシアを見習いってどういうことよ。落ち着いて。エステルは十分可愛いと思うよ。まあ確かに色気は少ないかもしれないけど。やれやれ。ま、さっきも言った通り、私たちは忙しい身なのよ。ろくにお礼もできなくて悪いけど、そろそろ失礼させてもらうわ。だったら僕もボースという町まで同行させてもらえないだろうか。何しろリベールは初めてでね、道案内を頼みたいのだよ。まあそのくらいだったら別に構わないけど。ちょっと知らねえ。そのくらいいいじゃない。どうせ目的地は一緒なんだし。それに道案内というのも遊撃士の仕事の一つよ。しょうがないな。でもでも、こいつのどこかにヨシュアが狙われたりしたら。あのエステル、ヨシュア心配しないで。間違いが起こらないよう私が守ってあげるからね。何の心配をしてるのさ。人をけだものみたいに言わないでくれたまえ。どちらかというと愛の狩人と呼んでほしいね。恋泥棒も悪くないが。脳みそ産んでる。さてと、それでは早速ボースに出発するとしようか。君たち、よろしく案内を頼むよ。さりげなく仕切ってるし、
ていうかあんた、少しは人の話を聞きなさいよ。